バレーボール第2回 V リーグは1995年12月9日から1996年3月10日にかけて行われた V リーグの大会である。3回戦争あたりのレギュラーラウンドを行う。通算成績4位までのチームによる1回戦争あたりのリーグ戦を行い優勝チームを決定する。前回の決勝トーナメントに代わり1回戦争あたりの 決勝リーグに改められた。12月23日、12月24日、1月6日、1月7日、1月13日、1月14日、1月15日。1レックの結果、1月20日、1月21日、1月26日、1月27日、1月28日、2月3日、2月4日。 2レックの結果2月10日2月11日2月12日2月17日2月18日2月24日2月25日3レックの結果3月8日3月9日3月10日3月9日3月10日この結果富士フィルムは次期 V リーグ残留を決めた 12月9日、12月10日、12月16日、12月17日、12月22日、12月23日、12月24日、12月25日。1レックの結果、1月6日、1月7日、1月13日、1月14日、1月15日、1月,日1月20日、1月21日。 2レックの結果2月3日2月4日2月10日2月11日2月12日2月17日2月18日3レックの結果2月29日3月2日3月3日3月9日3月10日この結果 JT が次期 V リーグへの昇格が決定したありがとうございます